はいどうも東海特殊観光宮島です。さあ本日の動画はですね、前回に続きまして、ツアーで行った先で、僕が買ったものをね紹介したいと思います。どういうことかと言いますと、前回配信をさせていただきましたメロン狩りツアー、自社のツアーで行ってきたんですけれども、その際に、僕もね添乗員としてついていきました。お仕事なんですけれども、これはいいなというものを、買ったりですとか、正直添乗員ということでやっぱりバスで、行きますと出先でちょっとお土産いただいたりということを実際しております。1日でこんだけいろんなものが増えましたんで、ね、紹介していきたいと思います。さあまずは、一番オーソドックス、これはいただきました、エビせんべいとちくわの共和国さんのミックスのエビせんべいです。これもね結構美味しいんですよね。いろんな味入ってて、これ非常に美味しいものです。そしてその後お出かけさせていただいたところでいきますと、あ、メロン狩りに、行ってきましたんで、メロンですね。はい、こちらです。ちょっとね見ていただいて分かりますが、結構しっかりと目のね出てるメロンね、愛知県の温室メロンでね、シールも貼ってあります。こちらのメロンをいただきました。そしてこっちは、購入しました、購入させていただいたのとこれです。はい、袋に入ってますけれども、高見メロンという品種のメロンです。これね高見メロンで言います。ちょっと袋から出しましょうか。持って帰ること考えると出したくないんですけど、結構網目の形ですとかそういうものが全く違うので、やっぱ見ていただきたいと思います。よいしょ。はい、こちらが高見メロンになります。見ていただいて分かりますか、この網目のなんか違い、マスクメロンとはちょっと違うんですけれども、非常に果肉もねちょっと固めで美味しいよっていう風に入学見観光の方がおっしゃってましたんで、はい、購入させていただきました。2つで1300円ですからね、結構安いんじゃないかなと思います。次はじゃあ同じ、メロン狩りの入学見観光さんで購入したものは、よいしょ、これです。こんにちは。いいよこれじゃ、これは重いわ。はい、こちらのスイカを購入させていただきました。これ重さ何キロあるんだろう、全然わかんないですけど、めちゃくちゃ重たいです。ですね、祭り林って書いてあるけど、まあでも本当に大きなスイカをですね今回購入させていただきました。厚みのねスイカ美味しいらしいのでちょっと期待ですね。2000円です。すごいいい買い物したと思ってます。はい、じゃあ続きまして、ちょっとねもうカゴにも出てますけれども、スイートコーン、トウモロコシを買わせていただきました。これがね14本入ってました。黄色いねトウモロコシを買わせていただきました。ちょっとなんか見えないか、ちょっと上の方だけだからあれですけどね、すごい黄色の、はい、スイートコーンを購入させていただきました。非常にねちょっとこれも美味しそうなんで期待です。早くね調理しなきゃいけないかなと思ってます。次行ったところで購入したものなんかもういっぱいありすぎてあれなんですけれども、あ、こちらです。はい、炊きたてしらすというですね、これはですねしらすなんですけれども、よく売り場で置いてあるしらすって冷凍しているしらすが多いんですが、これは冷凍してない茹でただけのしらすです。これね長栄さんというところで販売している商品、これね俺大好きなんですが、なんかね一個一個の身がすっごいふわふわしてるんですよ。これ本当に美味しいんで、僕は2個買いました。2個です。もう絶対これはもう外れないんで2個購入をさせていただきました。もう楽しみでしゃあないですねこれはね。はい、あとねちょっとこれはですねご好意で、山水さんからもしらすをいただきました。ありがとうございました。もうしらす祭りですねお家がね。はい、であと購入させていただいたものといたしましては干物です。とろさばというですね干物になります。これも本当焼いて食べるだけなんですが、めちゃくちゃ脂あってすっごい美味しいので、ぜひとろさば見つけられた方はね購入していただければと思います。これ本当めちゃくちゃ美味しいです。
そしてダン山水さんの食べ歩きの企画の中にもございましたメヒカリの唐揚げですね。もうこれ入ってるものを本当油で揚げるだけで大丈夫です。もう本当これも美味しいです。身もホロホロしますし骨も全然食べれる硬さになってますんでね、ぜひ食べていただきたいと思います。これ大好きなんです、このメヒカリの唐揚げ。何よりも下処理した上に瞬間冷凍をしているということで本当に身の鮮度落ちずに、召し上がることができるという商品になります。もう本当山水さんでも本当一押しなんじゃないかなっていう商品です。決して案件動画ではございません、本当おすすめの商品です。そして、最後に、紹介させていただきますのがじゃん、金目鯛丸々1匹です。これ1500円です。こちらの金目鯛、山水さんの方に聞いたら一本釣りでだ金目鯛だそうです。一本釣りで釣れるんですね、金目鯛ってね。深海魚ってイメージあったんですけれども、この金目鯛を購入させていただきました。非常に美味しそうだったので、どうやって食べるかは全く考えずに買わせていただきました、ちょっと僕はもしかしたら、嫁さんに怒られるかもしれません。はい、ということでちょっと僕も初めてだったんですが、爆買い企画というのをねちょっと個人的にやってみたいなとも思ってましたんで、爆買い企画をさせていただきました。今回、企画させていただいた旅行で、全て買えるものになります。ぜひですね、今年はもうちょっとこれメロン狩りのツアーはないと思いますが、ぜひ個人様でも渥美半島お出かけいただく際はいろんなもの売ってますんで、ぜひですねいろんなものをご購入していただいて経済回していただければと思います。本日の動画としては以上とさせていただきたいと思います。爆買い動画でした。ぜひこの動画面白いなと思ったらチャンネル登録、いいね、コメント欄、コメントねお待ちをしております。ということで、動画は以上となります。どうもありがとうございました。えらいこっちゃやで、これどうやって持って帰ろうかな、マジで怒られそう。よいしょ。